居酒屋での会話を聞いていると世代間のギャップが浮き彫りになります。失われた30年世代と経済成長期の世代では考え方も行動も異なるようですね。私はその中でフリーランス独立という第三の選択をしました。サラリーマン時代よりも自由な働き方ができ、仕事に対してもっと熱中できるようになりました。自分のスキルや価値を大切にしながら自然と成長していける範囲で頑張っています。これからも新たな挑戦を続けながら自分らしく生きていきたいと思います。